どうも、はるです。ということで、シンジャークラフトパート、いくつだ ?13 とかかな、やっていこうと思います。間違ってたらごめんなさい。もう、最近なんかパートの感覚ないわ。で、今回は何をするかっていうと、まあ、前回ね、この拠点を、まあ、ちょっとだけ作って、あ、ね、そう、この畳の、この黄ばみ、この黄ばみはね、なんか、日焼けしてるらしい。なんか俺は湿度がどうのこうのとか言ってたけど、これなんかね、日に当たってるからこんなことになっちゃってるらしくて、だから多分屋根を張れば、治りはしないのかな、多分。まあもう日焼けしちゃったらもうそのまんまなのかもしれないけど、まあそれもまた風流ということで。まあ新しく便利なことはできたわ。それもまた一挙に変わる便利なことは、それもまた風流。今度から使っていくわ。みんなも使っていいぞ。なんか先生になんか、ともやくん、なんであなた宿題忘れたのって言ったら、いや、先生。それもまた風流ですって言って。いいよ、使って。便利だから。というわけで、とりあえず寝ますか。で、あ、そうだ。今回のモッド導入し忘れた。ちょっと入れてくるわ。導入し忘れた。一気に雰囲気が変わる。うおー、はい。はい。あ、なんだこれ。あ、なんだこれ。持ち帰れ。持ち帰られる。レベル、アイテム、アイテム、ゆずきと、ゆずきと、ゆずきとどっか行った。やっちゃっちゃ。あれ、ちょ、待って、ゆずきと、どっか行ったんだけど、ゆずきとどっか行った、俺のゆずきと、俺のゆずきと返してね、俺のゆずきとね。俺のゆずきと、ね、俺の、よしよしよし。ということで、今回ね、導入したモッドは、SAO UI モッドです。これ、やばない。ちょっと待って、俺さ、これ、俺 SAO モッドって聞いてさ、まあ大体 SAO のなんか武器とか追加するモッドなのかなと思って調べたら、これが一番上に出てきたんだけど、これで合ってる。やばない、これちょっと。はバカじゃないの。しかもこれね、聞いて。ログアウトできないの、これ。ログアウトできないの。やばない、これクオリティ。今まで、モッド入れた中で一番興奮してるかもしれない。SAO 入れて、見たことない人だったら分かんないかもしれないんだけど、この感動やばいぞ。SAO 好きな人だったら、この感動やばいぞ。おい、アライグマにもこれついてんじゃねえかよ、これよ。いいの?こんなの入れて。いいの?こんなの入れて。ということで、今回からね、まあ、こんな感じの UI になります。ちょっとこのボクセルマップの位置悪いな。ちょっと変えるか。待って、なんかボクセルマップってどこで、あれするんだっけ?ここだっけ?設定で、これをちょっと、左下だな。左下がいい。OK! うおー、いいね、完璧。しかもこれ、こうやって表示されるからダメージインジケーターいるって思ってきたけど、まあそれは、まあ、それもまた風流ということで、今回はね、こちらの見た目でやっていこうと思います。まあ最初は戸惑うかもしれませんが、よろしくお願いします。これあれかな?なんかクラフト画面とかもなんか変わってたりするのかな?だ、待って、真ん中のあの十字がないんだ、これ。なんか不便そう。いつもの風景。安心する。すげえ安心する。なんか、いつもの風景。よし。ということで、まあ、今回、まあ、これ見た目変わるだけなんでね、特に何を追加するってわけでもないので、まあ、あんまり気にしないでください。でもこれ、待って、SAO 好きにはたまんねえぜ、これ、マジで。おい、やばい。やばい。これ、やばい。まあいいや、とりあえずじゃあ、落ち着いて、一回深呼吸しよっか。ということで、今回ね、またやっていきましょう、シンジャークラフト。ということで、今回は何をするかっていうと、まあ、拠点がまだ制作途中なんで、拠点作りもまあやっていきたいんですけど、ちょっとその前になんかあるものを作りたいなということで、またそろそろ新しい抜刀剣欲しいよねってことで、ある抜刀剣を作ります。でさ、これさ、実績確認しようとしたのさ、俺。実績確認しようとしたら、ここだっけ?これか。あ、これが実績で、ちょっと見にくいけど、まあって感じか。あ、でも、ある意味、あれだ、今やるべきクエストが見れるから、クエストリストで、これ、あれね、実績ね。豚さんの飛ぶコロニーとか。で、ちょっとこれ作りたいんだよ、掛け台。これ作りたいんだよね。で、これ掛け台って何かっていうと、抜刀剣をかける、飾ることのできる、アイテムです。なので、ちょっとそれを今から作りたいなと思います。あれ、掛け台なくね?あれ、掛け台なくね?掛け台なくね?待って、俺、実績をさ、実績をこれにしちゃったから、掛け台の作り方わかんねえんだけど。掛け台の作り方、誰か教えてくれ。ちょっと調べよう、今。あ、なるほど。そういうことか。よし、わかりました、作り方。クラフトで作るんじゃないんだ、これ。あ、チェスト開けても普通の UI なんだ。安心。
うん、別に SNO の UI が悪いっていうわけじゃないんだけど、なんかこう自宅に帰ってきたなっていう、たまにはいいよねっていう、そういう感じがする。よして、フェンスを作ろう。フェンスはどうやって作るんだっけ。フェンスの作り方がままならない。はーいと。あ、なんか無駄に64個作ってしまった。まあ、いや、で、これでフェンスを置いて、これに、刀のコンペンを右クリックするとできるらしい。あ、慣れない。慣れない。よし、行くぜ。せーの。おい。できませんがな。あ、シフト右クリックだって。はい、はい。お、来たー。ああ、実績がボクセルマップで見えない。実績がボクセルマップで見えねえや。まあいいや。ということで、ここで、これで刀掛け台ができたの。で、これ掛けれんのかな？あ、掛けれる。かっけえ。これで飾れると。で、この状態で掛けられている刀に対し、エンチャント付きの刀のコンペンなどを左クリックで使用すると、エンチャントができると。ただまあ素材によっては成功率が異なる。刀がかけられていない状態かつ刀を手に持ってない状態でシフト左クリックで撤去できると。いやー、これでもうさ、歴代のやつを飾れんじゃん。あ、じゃあ一回ちょっと拠点にちょっと一回これ取って、あ、撤去できた。あ、消えるんだこれ。撤去、あ、そういう感じなのに撤去って。なるほど。ちょっとこれあそこの畳の部屋にはちょっと飾ろう。まだ未完成だけど。あー、めっちゃ日に焼けてるわもう。もう汚っ。早いとき屋根作るか。いや、まず最初に拠点ちゃんと作る。いや、いいや、めんどくせ。これもまた風流じゃ。いや、なんかキモいな。本当に本格的にキモくなってきたから、ちょっと一回屋根作って。いやでもな、わかった。じゃあ一回もう拠点作ろう。わかった、もう一回拠点作るわ。決めた。ちょ、一回拠点作ります。何回言うんだ。やってやろうじゃねえの。気合だ、こういうのは。もう感覚だよ。マイクラ何年やってると思ってんの。こんなん感覚でどうとでもなるのさ。ほらほらほら。調子いいだろ。ほらほらほら。ちょ、SAO で敵を倒したら、どういう UI が出るのか。ちょ、やってみたい。おお。あ、やっぱ敵のマーク赤くなってるわ。オッケー。え、ブヒューンっつった。あ、もしかしてあれ ?SAO のエフェクトが。ちょ、待て。誰か倒させてくれ。俺に。何これ。エント木と同化しちゃってるよ。牛。おお。すげえ。やば。だって、ちょ、待て、このモッド、俺、このモッドやばくないね。なんで今まで俺は入れなかったの、このモッド。ちょ、やばいんだけど。興奮が、やばい。まあ、いや、とりあえず、落ち着いて一回家作ろう。ほほほ。かっけーくーくーかっけー。やべえ、これやべえ、これやべえな。おいおい、これやべえな。おい、やばい、これやば。おあ、やばい。この間暇だな。もう収録外にやるか、建築は。ちょ、収録外にやろう。なんかだるくなったわ。ちょっとだるくなっちゃったから、ちょっと収録外にやっとく、これ。いや、ちょっと掛け台先置こう。掛け台を内装から決めてこう。内装から。そうだね、それがいい。よし。で、ちょっとここにね、飾りたい。とにかく抜刀剣を、こんな感じか。こんな感じで掛け台並べてって、ここにどんどん手に入れた抜刀剣を並べてこう。なんか本当に抜刀剣メインになってきたな。まあ楽しいからいいんだけどさ、動物モッドが息してないんだよね。はい、あ、これあれなの、コンペン減らないんだ、これ。てっきり俺消費してんのかと思ったら、これコンペン減らないんだね。へぇ。まあ、これで掛け台ができる。で、これ、ゆずきと、置くと。はい、来た、かっけえ。よし、ちょ、大太刀とかさ、今までゲットしてきたちょっと刀全部作って、並べてこう。よっしゃ、なんか、SAO モッド入れてからなんかちょっと俺、元気出た。今日の動画はちょっと、いつもよりテンションが高めかもしんない。じゃあ、大太刀。かっけえ。やっぱ大太刀ザッケンって感じする。ちょ、これ近いかな。近い気してきた。もう2マスここだね。ここに置いてコンペンでシフト右クリックで柚木と置くといいんじゃない。白鞘ポーンといいね。やっぱ白鞘もかっこいいね。なんか切腹する時の。それかっこいいのかな。切腹する時のなんか剣の
長い版みたいな。デグと。あ、デグもいいね。やっぱ木刀っていいな、木刀ってな。おー、来てるね。いいね。なんか、歴史を感じ、あんま感じねえや。まだ4本しか作ってないの、俺。マジかよ。ちょっと新しいの作るわ。